キツキドーンとテレビをご覧の皆さんこんにちは YouTube チャンネルとある男が授業をしてみたをやっておりますハイチと申しますえ今回はですねいじめっていうトピックでえ少しお時間をいただいて話をしていきますえ特にですね、えー、まあ、いじめはダメだぞ良くないぞっていう話をするそっちの方向ではなくて今実際にいじめだったりとかそういったもので悩んでいる方苦しんでいる方に向けて、えー、何重いよとそしてメッセージを 伝えたいなと思っててこの場をおお借りしておりしますよかったら最後ままでお付き合いいくださいで、ま、ずですねなんで私がこのいじめというトピックでこういった場に出させてもらっているのかそこをお伝えするのが必要かなと思いますので私の昔話に少しお付き合いください。かれこれ今もう30後半なのでもう245年ぐらい前になりますかね。 え中学2年生中学3年生の時にですね私自身がいいじめにあっていましたで内容としてはあのー、今の子たち、えっと、今実際にいじめに悩んでたっていうことは YouTube でも公言しているので結構いじめに今ね実際悩んでる子たちからの悩み相談だったりとか連絡っていうのはいただきます。でそれで詳しい内容もいろいろねいろんなケースがありますけども読ませてもらってそもそも苦しみに比べるものではないですないですけど でも私自身が当時受けていたものよりも今の子たちが苦しんでいるものの方が何倍も苦しいと思っています思っているんですが、えー、まあ私自身もね当時は本当にもう生きてる意味がわからないもう死んだ方がマシなんだろうなと思うくらいにいたので、まあ、その時どういうことがあったかっていうと一番は駆け口でした私自身がですね結構まあぽっちゃりしてたりだとか あとは、うんまあ、う性格もねあまりこう明るい方ではなかった、まあ、だんだん明るくなくなっていたような印象があるんですけど、まあ、そういったまあ人間関係とかもあってですね結構、えー、陰口を言われることが多かったです外見だったりとか、まあ、単純に気持ち悪いとかも含めてですねでそれプラス、うん、学年でちょっとやんちゃなこと、うん、言われる方たちの何名かに、まあ、目をつけられているというか、うん、されていて階段の上から 階段を降りようと思った時に、背中受け飛ばされて転げ落ちるとかね。うそういったことが実際にありました。で、やっぱり、うん、自分自身がうんとまあ、嫌われているというか、否定的な思いをね。持たれているっていうのを学年結構な人数がいたんですけど、もちろん全員じゃないんですよ。今振り返ればですよ。全員ではないです。もちろんでもそういった方が何名まあ、十何名かな？うんいて。 全員にに嫌われてているような錯覚に陥っていくんですだからそれが苦しくてでもさっき今のこの方が辛いっていう話をしましたよねなんでそう感じるかっていうと私は当時まだ SNS とかがない時代なので、まあ、家に帰ってもフラッシュバックはします言われたこととか階段からその蹴飛ばされて落ちた時振り行ってなんだろうと思って振り返った時に階段の上にはいるんですよその人がいてその時の ももう何とも言えない表情ですよね自分に対する目つきとかそれは今でも忘れないです陰口を言われてる時にこっちを冷ややかな目で見てる目線とかもやっぱ消えないんですよねそういったものってでも家に帰ったらまだそこの人はいないので、うんまあ、何か楽しいことをしてれば一瞬でも忘れる時は出てくるんですよでも今の子たちっていうのは例えば SNS 上でのいじめ LINE 上でとかがあるので、まあ、スマホ持ってる方も多いですよね スマホで開いて LINE っていうアイコンを見ただけでもそこに自分の悪口が蔓延してる気がするんですよだから家に帰ってもずっとそれをよくこう目にしなきゃいけないより苦しみがどん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 ずっと近くにいる状態なんですよね心が休まらないなので今の子の方が辛いよなっていうふうにすごく感じています、まあ、先ほども申し上げたように苦しみに比べるものではないですないので もう苦しいっていうこと私自身もそうでしたけど苦しいには間違いはないんですが、まあ、きっと今こちらをね保護者の方だったりとかも見てくださってると思っているので今の子たちはそういった、えー、と環境でというか私たちの当時はなかったような苦しみの場にいるっていうのも知っていてほしいなと思ってちょっとこの話をさせてもらいましたではですねここから、うん、実際にこう子どもたちに伝えたい思いっていうのを少し話していきます。で 自分もと実際にその経験をして嫌な経験をしてだからこそ言えることを伝えたいなって思うんです例えばうーん今その苦しみだったりとか私も生きてるのがもう嫌で死んでしまいたいと思ってましたけどその苦しみはいつか終わるよみたいな話もしたいんです実際でも私が中学2年3年の時にこの話を聞いてもきっと受け取れないんですよねい,やいつか変わるかもしんない未来なんて不確定ですから。 でもじゃあ実際にそれをパッて受け取ってそっか未来は違うかもしれない頑張れるなんていうそんなパワーはないんですよ思えないんですそうだからでもそれを思ってますよい,いですか今みんなが苦しんでる状況が一生続くわけではないっていうのは,は伝えておきたいでもそれだけじゃダメだよなと思ってでいろんなことを考えて自分が実際はこの場所をねこんな貴重な場所を借りてるので 何を伝えたいかなって思った時に一番これ伝えたいなと思ったことがあってそれが今今苦ししんんででるるね今見てててくくれれ皆さああななななたたたたすは悪くないいいそれを一番伝えたいなって思いました当時自分はいじめを苦しんでることは家族には言えなかったです誰にも言えなくてもしくは気付いてる人もねいたかもしれませんけどうん親には心配かけたくなかったので。 言えなかったんですで最初はなんでこんなことを言われなきゃいけないんだろうとか自分なんかしたかな悪くなくね俺っていうふうに思ってたんですよでもや毎日毎日それが続いていくじゃないですかその状況がだん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 心が蝕まれていきますよね。あらがっていたエネルギーもいつかはなくなっていくんですよね。で 最終的に自分の気持ちの着地点として出てくるのは自分が悪いんだって自分が気持ち悪いから悪いんだとか自分が見た目がこうだから性格がこうだから悪いんだっていうところに着地しちゃうんですよね気持ちがだから自己否定だけの世界になっちゃうんですよ。もう自分が全部悪いってでもこれを聞いた時に 今例えばいじめに苦しんでない方がどう思うかってきっといやそんなことないよって思うんですけどそんなふうに思わなくていいんだよっていや思いますよ今だ,今だったら思いますでも当時は思えなくてなんで思えないかっていうともう自分を否定するとこじゃないと無理なんですよね気持ちが周りのせいとか周りが間違ってる自分はおかしくないなんていうそう思えるのってそこそこのパワーというかエネルギーがある状態なんですよ でもそんなのも思えないぐらいに、まあ、無気力というかもう自分が悪いよなーって自分のせいだよなって自分が生きてるから迷惑かけてんだよなってそう思うしかないんですよね。そう思いながら生きていくというか朝起きて呼吸して食べれないなんかご飯食べてよくわかんないけど学校に行ってみたいな。 そんな連続の中で何も変わらない日々に絶望していくみたいな感じだったんですでも自分もこうやって37年8年生きてきてそうじゃないなって思うんですよなんか自分を振り返った時に自分が100%合ってるというか何も非がない何も間違ってない人なんていないと思うんですよねきっと生きてればいろんな発言 まあ言動ね。何かを言ったり、何かをしたりする場面があるじゃないですか。でも、例えば今の、じゃあ人にね、えっと、近所のおばちゃんが歩いてます、すれ違った時に、おはようって言ってくれて、おはようございますっていう声がちっちゃすぎたなーって聞こえてなかったかもなーっていうちっちゃい反省する場面ってあるかもしれないじゃないですか。これも一種の後悔なんですよ。言ってしまえば。もっと大きな声でばよかった。みたいな。でも、そんな連続じゃないですか、人生なんて。だから、自分の,の、とって、 改善しななななきゃいけないいけとととこころがゼロんんてことはないと思うんです自分もそう今でもそう思ってます毎日自分と向き合って振り返ってもっと明日はもっといい自分になろうと思って生きていますそうだからゼロではないきっとねでもでもですよ例えば今いじめに苦しんでるみんなに何か非があると自分が思ったとします周りがそれを言ってくるとしますだとしてもいじめていい理由なんかには絶対ならない いいいいじめてていい理由なんてななんんんすもんそんなことは人を集団でバカにするとか人の心を踏みつけていくなんてそれが正当化されることなんて絶対ないだから今回みんなにまず伝えたかったのはみんなの中で今自分のせいとか自分が悪いっていろんなことが思いつくかもしれないもしかしたらその中にはみんながもうよりねよりいい人というかよりこう成長したパワーアップした みんななな自身ににっていくのに必要なヒントもあるでしょうあるけどでも全部が全部みんなが悪いわけじゃないいいそれはどうしても伝えたかった伝えたかったしなんでこんな熱弁してるかっていうときっとねきっと当時俺はそれを言ってほしかったんだと思うんですよこれ俺のこれの英語ですよ一人よがり言ってほしかったお前間違ってねえよって っっって言って言欲しかったんですよねだから未来がどうなるかなんてもちろんみんなの未来は俺は知らないしタイムマシーンに乗って見てくることなんてできないしそうだから絶対大丈夫だよって3年後みんな今の生活変わってっからなんていうのは伝えられないんですけどでも今苦しんでるみんな自身が毎日毎日自分を否定してる否定することでなんとか。 立ってるみんな自身がそうじゃねえっってて間違なないよってみんなが悪いわけじゃないぞって、うん、それはどうしても伝えたかったので今回この場でそれを言わせてもらいましたあのきれいごとでしかないんですけど私はその苦しみがあってでもちろんいじめ自体は中学卒業して高校ではなくなりましたでもそこでもずっとやっぱり心の傷というか。 それは残っっっってててて人間関係はやっぱりずととちょっと苦戦しててなかなか友達もね今でも多くはないんですけどでも今は幸せです友達は多くないかもしれないけど幸せ,幸せなんですよ幸せに生きてるで幸せだからこそそうやって苦しかったもう絶望でしかなかったあの時期を経てこうなってる人間もいるからみんな自身の将来がずっと暗闇の中ずっと苦しいわけじゃないよって言いたいんですでも保証はないから絶対なとは言えないけど でもみんな自身が今自分自身の将来とか未来に絶望してしまってる方も100%絶望が続くわけじゃないってこうなった人間もいるぞっていうのだけは頭の片隅にそれを素直に受け取ってそっかじゃあ頑張るなんてそんなふうにそんなふうに思わなくていいそこまでいかなくていいんでただそういった人間もいるんだなって私も俺もそうなるかもしれないなって心にちょっと余裕があるときに そう思ってもららえたら嬉しいですそこはもうおまけ程度で受け取ってもらえれば嬉しい一番伝えたかったのはみんな悪くねって、うん、みんなが否定してる以上まあ俺たらね動画越しで画面越しでしか伝えることはできないんですけどそのみんなが毎日否定してしまっているそれを10倍100倍っていう熱量を込めてみんなは間違ってねってみんなが駄目なんじゃないっていうのを今回伝えさせてもらいたくてこんな話をさせてもらいました。 ちょっとね、あの話があっち行ったりこっち行ったりなっちゃってまとまってはなかったと思うんですが、まあ一部分でも何かでも受け取ってもらえてたら嬉しく思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。これからもお互いに頑張っていきましょう。以上、はい、でした。